ビートルズ・ビートルズの作品レッド・イット・ビーレッド・イット・ビーはイギリスにおいて1970年5月8日に発売されたビートルズの13作目アルバムビートルズが事実上解散して約1ヶ月後に発売映画レッド・イット・ビーのサウンドトラックアルバムとなっているが実際に映画に使われたものと同じテイクを収録したケースは少なく アイブ・ガッタ・フィーリング・ワン・アフター・909の5曲、全12曲中半数にも満たない。本作はアルバム、アビー・ロードが制作される前に行われた、いわゆる、ゲット・バック・セッションのレコーディングを元にして制作が、なされている。そうしたい季節から、ゲット・バック・セッションの後に、レコーディングされた、アビー・ロードが、ラストアルバムという見方がなされていた。 しかし1990年代にハイリビートルズのレコーディング記録の詳細が公にされたことによって1970年1月にもゲットバックセッションは続けられなおかつ3月23日から4月2日にフィル・スペクターによって再制作されたことが判明本作が名実ともにビートルズのラストアルバムであることが明らかになったビートルズのオリジナルアルバムでは ハードデイズナイト以来2作目となる、リンゴスターが、リードボーカルを取った楽曲がない作品。前作、アビーロードに続いて、本作もステレオ版のみの発売となっており、モノラル版は制作されていない。崩壊しつつあるビートルズをまとめるため、メンバーたるポール・マッカートニーが、原点に帰ろう、イコール・ゲット・バックというコンセプトを掲げて、ゲットバックセッションが行われた。そのため、 デビュー当時のようにオーバーダビングを一切行わないアルバムを制作し、そのレコーディング風景を録画して映画にしようという試みが進められた。愛用している EMI スタジオではなく撮影しやすいという観点から映画、ヘルプ。4人はアイドルなどの撮影に使用されたトゥイッケナム映画撮影所でセッションが開始された。 1969年1月2日から16日まで、ビートルズと映画監督のマイケル・リンゼー・ホッグは、トゥイッケナム映画撮影所において、リハーサルセッションと撮影を行った。セッション開始当初は、ビートルズのメンバーも多少なりとも、手応えを感じていたようだが、その後は、覇気がなくなっていき、特に、マッカートニーとジョージ・ハリスンは対立し、口論の光景は映画にまで記録された。 1>, 1月10日に、ジョン・レノンとハリスンで、意見の相違があり、ハリスンがセッションを放棄するという事件が起こり、その後話し合いにより、ジョージの復帰とアップルコア本社への移動が決まった。なお、トゥイッケナム映画撮影所でのレノンのクイーンせず、ノーポットスモーキング FBI メンバーズという語りが、本作に採用されたのみで、録音機器を持っていなかったことからここでのテイクは、アルバムに採用されていない。 ゲットバックセッションに参加したビリー・プレストンに1月21日よりメンバー4人はサビルローのアップルコア本社に場所を移しその地下にあるスタジオにおいて正式なレコーディングに取り掛かったこの日よりマルチトラックレコーダーを使用した録音が開始され1月31日まで同スタジオでセッションが行われたまた22日のセッションより ジョージの発案でバンド内の緊張状態を和らげることを目的にキーボーディストで旧友のビリー・プレストンが参加したほか1月30日にビートルズとプレストンを加えた5人はアップル本社ビルの屋上に登り2年5ヶ月ぶりのライブパフォーマンスを行った校舎は後にルーフトップコンサートとして知られることになる2月22日には トライデントスタジオで新たなセッションが始められ、7月1日からは本格的にアルバムアビーロードのレコーディングに取り掛かった。なお、その間の4月11日にはゲットバックセッションから初めての収穫となるシングルゲットバックが発売された。3月にビートルズの要請によりエンジニアのグリーンジョーンズはゲットバックセッションの内容をアルバムにまとめる作業を開始。 3月10から5月28日にかけて、オリンピックスタジオでミキシングが行われ、5月28日にマスターテープを完成させた。1969年5月28日版では、ルーフトップコンサートから、ワンアフター909のみが採用され、アイブ・ガッタ・フィーリングとリグ・ア・ポニーは、スタジオでレコーディングされた音源が採用された。また、of や、 ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードについてもアルバムで採用された1月31日以前のテイクが採用され、この他に即興演奏のロッカーとドリフターズのカバー曲ラストダンスは私にディグ・イットの5分バージョンが収録された。1969年5月28日版の収録曲は以下のようになっていた。アルバムデザインはマンチェスター・スクエアにある EMI 本部の吹き抜けからメンバーが見下ろしている写真が使用された。これは1963年に発売の一作目のデビューアルバム、Please Please Me のジャケットを真似たもので構図や配置も同じものになっている。また撮影には Please Please Me のジャケットも手掛けたアンガス・マクビーンを起用して撮影が行われた。撮影された写真はレノンも気に入っていた。同時に、 テスト版も制作されたが、リリースには至らなかった。12月15日、ビートルズはジョンズに再編集を指示し、映画の内容に沿ったサウンドトラックを作ることを要請した。1969年12月15日から1970年1月8日にかけて改めてミキシングが行われた。1970年1月5日版では映画に登場しなかった。 テディボーイが外され、リハーサルのシーンに登場した、アクロス・ザ・ユニバース、ジョンがヨーコとワルツを踊っているシーンで登場した、アイ・ミーン・マインが追加収録された。また、1月4日には、レッド・イット・ビーに、マラカスや、リード・ギター、ジョージ・マーティンのプロデュースにより、ブラスとストリングスなどが、オーバーダビングされたが、このテイクは採用されなかった。しかし、 1970年1月5日版もビートルズによって拒否され、アルバムゲットバックは未発表となった。1970年1月5日版の収録曲は以下のようになっている。ゲットバックセッションのテープはアメリカ人プロデューサーのフィル・スペクターへ3月23日に委託。スペクターはオーバーダビングするなどして音源を編集。 ビートルズが事実上解散した4月10日の約1ヶ月後にビートルズの13枚目のアルバムとしてレッド・イット・ビーが発売され続いて5月20日に映画レッド・イット・ビーが劇場公開された。レノンとハリスンはとんざしたゲット・バック・セッションの音源を短期間のうちにアルバムとしてまとめ上げたフィル・スペクターの仕事を高く評価し それぞれのソロ作品で彼をプロデューサーとして起用している。しかしマッカートニーはザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードに加えられたオーケストラ・アレンジに強い不満を持つなどスペクターの仕事を評価しなかった。マッカートニーはアルバム発売の中止を求めて訴訟を検討したがアルバムの発売に関する契約が一枚残っていたため不本意ながらも発売を認めざるを得なかった。リハーサルや レコーディングなどでサウンドトラック用に録音された100時間以上のテープのうちその大半が海賊版として流通している代表的なものにクンバックがあるレノンによると俺が誰かに渡したアセテート版をそいつが持っていって先行プレスだかなんだかだと言って放送されたものが元になっていると聞いたと語っており図らずもレノンがソースの流出元となった可能性があるまた 1980年には LP5 枚組のザ・ブラックアルバムという海賊版が発売されたほか、セッションテープを完全収録した CD38 枚組の Day by Day が発売されたが、2003年1月にセッションテープ500本がイギリスとオランダの警察によって回収され、5名が逮捕された。また、パープルチックレーベルは自ら所有するテープ音源を A、 b ロードというタイトルで無料でデジタル配信している。レッド・イット・ビーはイギリスで1970年5月8日に発売され全英アルバムチャートで3週連続1位を獲得。アメリカでは1970年5月18日に発売されビルボード氏のトップ LPS で4週連続1位を獲得し、1970年度年間ランキング31位だった。 キャッシュボックス市では6週連続1位、1970年度年間ランキング14位。アメリカだけで400万枚以上のセールスを記録し、全世界では1000万枚以上のセールスを記録している。ローリングストーン市が選ぶオールタイム、ベストアルバム500において392位にランクイン。2003年11月にフィル・スペクターの施したオーバーダビングを取り除き、 本来の演奏にデジタルテクノロジーによる修正を施したものが、レッド・イット・ビー・ネイキッドとして発売された。英国レコード産業協会による認定は1994年の売上によるもの、ゲットバックセッションに関するカテゴリー。ありがとうございます。